レイクホルトはアイスランドにある村の名前。アイスランドには同名の村が二つある。レイクホルト近くの谷の後継アイスランド西部のボルガルフィオルズルの、レイクホルトの位置アイスランド西部のボルガルフィオルズルに、あるレイクホルトは、レイキャダルスワウ側のレイクホルツダールルダニにある。中世には、アイスランドの歴史上の重要人物とされるスノディ、ストルルソンがこのレイクホルトに住んでいた。 彼は詩人であり、政治家であり学者でもあった。彼によるコナルド法及び北欧神話に関する記録は、現在においても非常に重要な価値を持っている。彼が生まれたのも、また殺害されたのもこのレークホールと出会った。彼の住居、離れの浴室、住居と浴室をつなぐトンネルなどの遺跡が保存されており、見学することができる。スノーリがいた当時、 ボルガルフィオルズルのレイクホルトには知識人が多く住んでおりアイスランドで最も重要な学術拠点の一つであった。しかし今日では人口は約60人に過ぎない。それでも学校と図書館にはスノーリの残した資料が集められている。またノルウェーの彫刻家グスタフ・ビゲラントによるスノーリの像がある。このレイクホルトは 現在も考古学者の研究対象であり、中世の遺跡の発見が続いている。さらに村の近くでは、日本の研究者が、オーロラの観測を行っている。フロインホッサルこのレイカホルトから約2 0トルのところに、フロインホッサルがある。アイスランドでも他に類を見ない、継承地である。フロインホッサルから約3 5トルのところに、 ハルムンダルクロインと呼ばれる溶岩原があり、そこには、スルツヘトリルという溶岩洞窟がある。このレイクホルトからボルガルネースへ向かう、道の途中には、湧出量が多いことで有名な温泉、デールダルトゥングクベルがある。摂九97度の湯が、毎秒150リットルという湧出量は、アイスランド最大である。アイスランド南西部のアウルネースシスラ県に位置し、温泉や温室が多く、 人口は約100人である。スカールホルトから近い。ありがとうございます。